こんにちは、宮古屋書房の野村マストです。今日はここにある河原なでしこをご紹介します。河原なでしこの学名はディアアンサススーパーバスバラエティロンディカリシナス、ロンディカリシナス。俗称名のディアアンサスというのはディアス、ゼウスですね。アンサス、花、神の花。ずいぶん立派な名前をもらってます。これね、つぼみがいっぱい来てますね。これからどんどん咲いてくれます。日本のなでしこという名前はなでて慈しむ、なでて慈しむ。これも随分可愛らしい名前をもらってます。ものの本によると白花の河原なでしこがあるって書いてあります。まだ見たことないです。また探してみたいと思います。白花種があるみたいですね。夏のこの暑い時期にこんな涼しげな可愛らしいピンクの花を探してくれる河原なでしこ、嬉しいですね。我が家の周りもたくさんあるんで、朝夕の散歩が楽しみになります。今日は真夏なんですが、秋の七草の一つ河原なでしこを紹介しました。宮古屋書房の野村正人がお送りしました。蒲手の植物道図鑑、またお会いしましょう。